Wait. Come on, how are you? アロハ UJ です。今日は朝散歩の巻です。僕のお気に入りのレストランといって何度も紹介しているビーチハウス604の目の前に綺麗なビーチが広がっているんだけど、そこのビーチを歩きます。海の沖の方に3人ぐらいサーファーが入っていて、ビーチには誰もいませんでした。今日使っている機材はインスタ 360X3 とセルフィースティックを使って撮影してます。巻き戻して見てもらうと分かるんだけど、入るときはあそこのゲートの人に ID をああいう感じで見せると入らせてくれます。レストランを使う人だけではなくて、ビーチを使う人もあそこのゲートを使うことができます。そしてあそこのゲートを通らないと来れないビーチなので、かなり安全度が高いと思います。ここは軍の保養施設なので、今見えてる建物はその人たちの宿泊施設です。一般の人は泊まることができません。朝の9時頃歩きましたけど、人影は見えたんだけど、ビーチですれ違う人は一人もいませんでした。カニが掘った穴を見つけたので、早速ちょっと実験してみました。
シの木の影とツーショットです。散歩する時の心得です。濡れてもいいスタイルで歩きましょうです。サーファーが3人ぐらい入ってましたが、カメラではちょっと見にくいです。短い散歩でしたが、親父にはちょうどいいです。ゲートを出るときは何も言われませんので、目があったら Have a nice day と言ってあげてください。この後僕は体が温まったので、パドルボードを持って海で遊んでから帰りたいと思います。それでは皆さん、またね。バイバーイ。